さあ皆さん、豆太郎がね、全力で餌くれアピールをねしてますよ。1時間前からずっとこうやって見てます、僕のこと。4日間ぐらい餌抜いたんでね、前パンパンに膨れてたんで。餌食おうか今日はな、豆ちゃん。餌食う？いいよ。他の子たちもね、豆さんに合わせてね、餌食えてないんで、みんな食おうかね。さあさあさあ、餌やりの前でね、まずは掃除をしていこうかなと思いますのでね。みんななるべく近くおって、そら豆もおいで。あんたこっちの葉っぱおりゃ、おい、葉っぱやだ、葉っぱにおりゃ。あんた、おお、そら豆が近くおってよ。あんたらあんま遠く行かんといてよ。よいしょっと、豆太郎もね近くおってな。また餌やるで、後でな。ちょっと水を捨ててきますね。水を捨て、豆太郎がアイドルの写真の上に登っちゃった。近くおってよ、あんたら近くにな。ちょっとあんたもね、そうで言っとりゃ。おお、あんた木まで連れてったるで。おお、もうそこでもええわ。あんま遠く行かんといてよ、近くおってな。今日はちょっとね、除菌消臭ペット用のねスプレーを久々に除菌もしておきましょうかね。ちょっとね、あとはね、水をね巻いて、水拭きで。お、豆だら戻ってきた。皆さん今ね、豆ちゃんが戻ってきた。奥が豆ちゃん。あ、豆ちゃん今度木登るのか。お、そら豆と合流したぞ。あんたそこでゆっくりしとしてないよ、おとなししとってな。さあさあ、早く掃除してあげないとね、彼らがね居場所がないんでね。もうチビオなんてね、ずっと水槽覗いてますからね。チビオ見えますか、ずっと水槽、早く中入らせてくれんかなって。待って待って、終わるで、あんたら待ってくれよ。もうやっぱね、水槽の環境に馴染んじゃうとね、もうそこが一番落ち着くんですよね、この頃ね。待っとってね、もう終わるでね。あんたらね、一回きれいにしとけばね、何日かはね、もうそんな掃除せんでも大丈夫だよね。一回だけピカピカにさせてるな、たまに。さあ、ヤモちゃんちょっとごめんな。あんたのね、このヤモちゃんのホラー穴、これもね、綺麗に一応拭いてあげますね。ヤモちゃんが、皆さん、ヤモちゃんが、あれ、屋根がなくなったぞって顔してます。屋根どこ持ってったみたいな。待っとって、あんたのね、シェルターもね、あの除菌消臭のやつやってたらな、綺麗になるで。綺麗にいい匂いするでた。ペット用のやつがね、あのダイソーでね売ってましたね。安くて100円、100円で買えちゃってね、結構半年ぐらい使ってるんですけど、匂いが取れるからいいですよ。カエルのね、あのおしっことかね、うんちは匂いしないですけどね、ヤモリはね結構匂うんですよ。だからこのペット用のね、匂いも取れて除菌ができる、除菌消臭、スプレーですね。待っとってよ、あんたら。ちょっとヤモリの折った方面に除菌スプレー直接噴射して、噴霧か、噴霧して
で、ちょっとね、除菌もしときましょうかね。この子、まあ、ヤボリはね、穴のね、巣の中でね、うんちとかしないんですけどね。必ず外に出てね、する賢い子ですね。自分の住まいでは、いじりもしませんね。あ、ヤモリがちょっとストレスでバタバタしだした。ごめんな。もうこの辺しときましょうかね。そうじゃね。綺麗になりましたね。手が、指が見えるぐらいなんで。うん、匂いも取れた。よし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 、匂いも取れたぞ。ヤモちゃん、穴入れとくよ。ほら、穴な。あ。生写真のとこにチビオとソラマメが集合しちゃった。このね、頭にね、あざのある子がね、チビオ。なんか捕まえたね、ちっちゃい子供がいる時からね、なんか頭にね、青いあざがあってね、大人になっても消えませんでした、これは。なぜかわかんないですけど。生まれつきなのか、幼少期に頭、なんか皮膚怪我したのかね、わかんないんですけど。大人になったら治るかなって思ってたんですけどね。ああ、この木の枝もちょっと拭いたのかな。チビをそっちの方行かんといて。あんたさ、何急に好奇心出して、ああ、よしよしよし、その辺追って。チビはね、結構臆病でね、保守的な性格なはずなんですけどね、こんな遠くに行くな。で、逆に普段元気な豆太郎と空豆がね、近場でじっとしてくれてますね。待ってな、この子ら餌もらえる子は多分分かっとんだろうな。いつも餌あげるときにね、一緒に掃除もするんでね、最近な。豆さんがね、今ね、ちょうどね、これ僕の方の視線向いてる。腹減った、いいよ、やるよ。おお、空豆、あんたちょっとちっちゃい子をね、そんなバーンやったらあかんよ。腹減って、イライラしとんのかな。あ、ヤモさん、ちょっと木入れるで。ヤモさん、危ないよ。よし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 、さあ、できました。ではね、チビオ、おいで。お、チビオがとんでもないところに飛んじゃったんで、ちょっとキュウでも。これ、あと今から餌食えるの何しとんの？今から餌食えるっつったのね。おお、登ってきた。ほら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 。餌いらんの？あんた。餌いらん？豆太郎もまた写真の上乗っちゃった。まあ、とにかく A でね、あんたちょっと中入って。何やっとんのもええわ。豆ちゃん戻ってきて、指、おお、腹減っとやる、指に噛みつくた。おいで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 、よしよし、はい、餌やで餌やで、中戻って、餌やるで、あんた中戻らない、餌食えんよ。空豆だけだなということ聞かんのは。みんな戻ってきたで、あんた何しとんの。よし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 、何すぐ出てきとるの、あんた。一旦蓋しましょうかね、ちょっとね。おおおお、これ何しとんの、もう餌いらんの。おお、チビオも出てきちゃったやん。もうちょっと力ずくで中に入れます。はい、蓋。今からね、あんたね、コオロギやるっつっとんのよ。4日ぶりぐらいですよ。5日 ?4 日ぶり。さあ、整いましたよ。4日ぶりぐらいじゃないかな、餌。とにかくね、腹パンパンに膨れててね、
あの動画見てくれたね詳しい方がね、なんかガスが溜まってる可能性もあるんでってことで様子見てたんですよ。そしたらちゃんと、うんちもおしっこも出てね、でお腹の膨らみもあんなパンパンだったね。豆太郎皆さん、だるまとしてね紹介させていただいたんですけども、ペタンコになっちゃいました。成長期なんでね、食いたかっただろうな。あんた今日はね3尾ぐらいまた食っていいよ。ただ皆さん今日の氷はねめちゃくちゃでかいんでね、もう育って買って2週間ぐらい経つんでね、脱皮脱皮で巨大コオロギなんで、果たして食べれるでしょうか。では餌を準備しますね。